ホーム側ファブゲーミングは中堅戦を戦う選手と主要キャラクター操作タイプの発表をリーダー佐古選手よりお願いいたします。はい、中堅佐古純理、操作タイプクラシックです。はい、中堅は佐古選手、主要キャラクターは純理、操作タイプはクラシックとなりました。さあ、それでは中堅戦で戦う両選手に意気込み伺っていきたいと思います。まずは阿部川生選手。はい、さあ先ほどと同じ組み合わせでの戦いとなりましたが、はい、今の状況も踏まえてお気持ちいかがですか？勝ちたいです。もうジョンがねリベンジしてくれたんで、うん、僕もリベンジしていきたいなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。さあ続いてホーム側佐古選手にもお話伺っていきたいと思います。はい、そうですね、はい、ここで止めないと、はい、ちょっと流れが悪くなっちゃうんで、うん、ここはしっかり勝ってボンちゃんに、ボンちゃんっていうか大将におっとボンちゃんにね、バトンを渡したいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、それでは両選手は準備をお願いします。いやまさかのサコリークが入ると思いませんでした。そうですね。まあでももうこれはお互い決めてる、まあ、ファブ側としては決めてるってことですよ、この布陣なんですけれども、まあ、そういうことになりますね。もう奇策はなし、うん、もうこの練習してきた組み合わせで勝つんだっていうことなんですよね、この中堅戦のナウマに対するサコ。そうですね、はい、まあ、おそらくウードに対するボンちゃん。そうですね、はい、まあ、でもそれはある種 その力勝負でもうねじ伏せるという、がっぷり4つでもいけるぞと、うん、それだけ練習してきたんだという自信の表れというふうに捉えたいと思います。もしかしたら完全にその担当を決めてもう行くっていう感じ、まあ、そうですね、まあ、それは一番、ね、まあ、このストリートファイターリーグでは、うん、まあ、セオリーですよ ね、まあ、そうですね。だってそれはいっぱい、ね、対策練習したら勝率が上がるわけだから、うん、それを信じるべきみたいな。ただやっぱりなかなかこう流れだったりいろんなことがあると、うん、こうね、オーダー変わってたりっていうのもあると思うんですけど、そうですね、まあ、今回はこのファブとしては真っ向勝負、やってきた対策をぶつけると、はい、いうことなんでしょうね。さあ先ほどの試合を見てみると、うん、まあ、思い出してみると、はい、いかがでしたかね。まあ、サコチュンリーがかなりいい形を作っていたという、思い切りのいい選択がすごく多かったっていうのは、うん、まず印象としては残っていますよね。 OD 転送客ヒット率がもう 100% ということで、うん、序盤でこ うまく無敵技を切って、うん、まあ、ナウマの攻めをこうちょっと困らせていったというところは一つ、うん、でナウマン側としても内容は非常に良くてですね、特に、うん、立ち強キック一文字、はい、一文字蹴りの後の、うん、まあ、駆け引きのところではだいぶ勝っていた、まあ、特に沖の立ち着キックを使って、はい、前に来る策を止めたりですとか、うん、そういったところでリターンを取っていた感じがしましたね。さあこの対決は一巡目と全く同じオーダーでの対決、つまり負けた側にはリベンジチャンスがある。先ほどは敗れたナウマンケン、先ほど勢いをつけたサコチュンリー、果たして2戦目はどうなるか。これが中堅戦、ナウマンケン対するはサコチュンリー、いってみましょう。お願いします。さあ先ほどの玉打ちでは、うん、ナウマンが勝っていたような場面も確かにありましたが、オーディー波動が今決まったかというとそうでもなかったみたいな感じでしたね。これは面白い中足からの構えて予選、これが綺麗に当たっていた。前に切る、前捨てから投げを見せるのは先ほどのチュンリー、見てが竜巻、これ竜巻が入って画面端が近づく、投げてからのパンジャストバリー、ジャストもう繋がってない、繋がらず生のチャンスになる。これはもう駆け抜けて、そうですね、ゲージがどんどん溜まっていく中、1本でいけるか、あ、出ない、これは出ないか、どう引く、さあそこにはゲージが2つあるぞ、危ない、ダヤシ、さあここで OD 百裂、そして砲翼戦吹っ飛ばしてからの浮かしていく、残りそう、足りない、さあお互いがバート中、カバーガードできない、削りがある、うー怖い、うわ怖すぎる、鼻先をかすめる気候圏持ってくるぞ、こうなると生が先に行く、ダブル KO、 相打ち OK、
となるとでもゲージ差つきましたよ。そうですね、ファイナルラウンド取り合った形になって、はい、ゲージ差はさあ3対1と言っていいか、うん、生優勢うまい立ち木を聞く体育最大だ中段体育から中段欲張りコースはサコチュンギ高い減る同じもある5番あっしかし待ってうまいすぎるだろ守備はい生は同じインパクト対策だったセンバーと見えるか体力が持たない、うん、まずはサコ SA さんあったのに返しましたね。そうです、ちょっとナウマのチャンスが来なかった。しゃがみ強盤、まあ、投げる誘いのしゃがみ強盤地がひとまず、強靭打入れ込んでいくという動きに対してインパクトの対策、はい、ガードであればねリスクは小さいんですけれども用意していましたね、サコが。そうですね、おっと痛い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 、ここはオーリー飛行圏から大きなコンボ、そして画面運搬成功、暴れている切り出していく、これパッキンしっかり、さあ、フェンジに竜巻、画面を近づく、打撃の応酬ですか、そうですね、中央手一発振って、大パン、これも当たっている、ダイレクリーダーサコうまい、あー、3あ、しかも、え、ハッケ繋いでいる、ゲージは2本溜まる1本で十分か、これでリーチはサコチュンリー、いや、今のマジ、破山ハッケ距離を見てのルートでしたよね、らしいコンボ選択、しかも1本でリーサルというか判断で決めた、そこも前に出る、ファーストタッチはサブチュンリー中段置いてある、さあシワシワ下手に触れないナウマンだがどうするか、前に来る、いや守り勝った、さあ簡単に崩されない、そして画面端になかなかいかない、うん、後ろに強さ、ジャストしている、できている、さあダブルインパクトでさあバート狙い使わずかゲージは止まりました、うん、さあ差し返す、こちらもナウマンも負けてはいない、でもマジ崩れないぞ、読み勝ちまくってます、サコがサコもダイヤシは差し返しリタにはならないな、全部読み勝つ、さあインパクト確定はせず、サコも3ゲージが近いです、両者3ゲージ、ここ来た、中央市ラッシュから、さあミスがなければ終わるか、装填ランか、耐えられるか、どうなの、足りるのか、さあどうだ、届いている、お見事サコチュンリー大爆発だ、いやこれは見事でしたね、というか全部読み勝ってませんでした、読み勝ってましたね、ナウマンがあの手この手で崩しに行ったんですけども、ほぼ全てこう回避、はい、投げに行ったらバックジャンプしてるし、遅らせ打撃はガード、投げ抜き誘いは釣られない、インパクトはパリ、まあ、恐れていたことというか、はい、この人を勝たせ始めると本当にどんどんプレーが良くなっていく、いやそうですね、今乗ってますね、まさにそれが起きてる、はい。